4月3日、横浜 DeNA ベイスターズの助っ人投手であるエドウィン・エスコバーが自身のツイッターを更新。前日の阪神タイガース戦後に SNS に届いた匿名の人物による誹謗中傷のメッセージを公開した。2日の阪神戦に2点差ビハインドの8回から登板していたエスコバーだが、原口文仁にツーラン本塁打を浴びるなど1回17球を投げて被安打2、2失点と精彩を欠いた。今回の匿名の人物からのメッセージはそれが原因とみられている。自身のツイッターで、昨日の試合後、この人が俺を侮辱したと書き出したエスコバーが添付したスクリーンショット画像には、あなたの家族全員が自動車事故で死ぬだろうという家族への侮辱と脅迫に加え、恥知らずの黒い動物といわゆる N ワードを用いた人種差別的なメッセージが書き込まれていた。NPB は開幕を控えていた先月29日に、日本プロ野球選手会との連名で、プロ野球ファンの皆様へ SNS 等への投稿についてのお願いとして異例の注意喚起を刊行。誹謗中傷等を受けた人たちは、大きな不安と恐怖、そして深い悲しみを抱え、試合や私生活に支障が生じてしまう例も出ています、と報告し、誹謗中傷等に対しては、発信者情報開示請求等の法的措置を講じ、専門家や警察などの関係機関と連携するなどして、これまで以上に断固とした対応を取ってまいります、と明確な意思表示をしたばかりだった。今季で NPB でのキャリアが7年目を迎えるエスコバー。そんな日本を愛し、愛される助っ人は、俺ほど仕事とチームにコミットしている人はいない。毎日全ての試合に自分の 200% を捧げている。チームメイトたちは毎日、毎試合、最善を尽くし、すべてのファンに喜びをもたらすために懸命に取り組んでいる、とも投稿。そして、強く訴え続けた、だけど、こんなメッセージは俺をとても悩ませ、家族のことになれば、非常に怒りを覚えるよ。誹謗中傷の内容を読むと、人種差別的な言辞、家族への脅迫メッセージなど含む卑怯で卑劣な内容でひどい。どれだけ訴えかけようともなくならない誹謗中傷。それだけに NPB が毅然とした対応を行って、少しずつでも事象を減らしていくことが求められる。他球団ファンだが、ベイスターズのエスコバーといえば毎年投げ続けている鉄腕投手。そりゃ良い時もあるし悪い時もある。どんなにいいボールを投げても打たれる時だってある。しかしエスコバーに助けられている方が多いと思うんだが、こんなメッセージを送る人は応援しなくていいし野球も見なくていい。自分は阪神ファンですが、エスコバー投手はタフでパワフルで、いつも全力で投げている姿は横浜ファンにとって非常に頼もしい存在だろうなと思って見ています。おそらく MLB からもオファーはあるでしょうし、それでも NPB でプレーすることを選んでくれて、日本を愛してくれている人柄なのにこういうことを発するのは恥ずべきことですね。ファンとして応援しているチームの投手が打たれたりしたら、一言言いたくなる気持ちはわかるが、SNS を利用して匿名での攻撃は論外ですよ。選手も必死だし、それを応援してるのだから最後は、頑張れ、にならないと。ましてや家族を脅すなんて最低。NPB には選手とその家族を守るためにも毅然とした態度をとってほしい。立派な脅迫行為なので、こういうことをする輩は逮捕して見せしめにしたらいい。刑罰も重くしたらいい。未だに SNS なら特定されない、捕まらないって思ってる輩はすごく多い。警察関係者は仕事増えて大変だろうけど、逮捕されて罪になるって世に知らしめないとなくならないと思う。
球団や芸能事務所などは、専門で誹謗中傷事案に対応する部署が必要なように思います。外部委託でも良いのですが、所属選手や芸能人から相談があればすぐに動いて開示請求、裁判といった流れがシステマティックに行えれば負担も減るでしょう。開示請求は通常弁護士経由で行いますが、これは費用もかかり多くは泣き寝入りとなります。マネジメント会社などがこの手続きをできる仕組みも必要かと思います。